消してつ
とうございます、皆さんこんばんは。めっちゃ元気ですね、今日のお客さん。西田優馬と言います。今日朝9時から、18時まで、コールセンターで仕事をしてきてですね、チャリでぶっ通し40分かけてここまで来て、なんとリハなしでぶっつけ本番でございます。かなりちょっと緊張プラス、ちょっとあんまこういうシチュエーションもないので、ちょっと声も出来上がってないということで、ちょっといつもよりもキーを下げて今日は、曲をお送りしていきたいなと思います。今歌った曲がですね、 HY さんの Song 4という曲なんですけども、普段原曲のキーで中曽根さんっていうデブい女の人ね、歌い上手なあの人のキーでいつも普段はやってます。はい、というわけで、聞いて分かる通り低音がすごく苦手でですね、高音がめちゃくちゃ得意なんですけど、今日ちょっと中途半端に発声ができてないんで、ちょっとあんま僕のいいとこ出ないかもしれないですけど、ぜひね、なんか興味持っていただけた方は、また後でですね、話しかけていただければと思いますので、ぜひ最後までゆっくり楽しんでいってください。というわけで次の曲は、皆さんご存知かもしれないです、僕も割とお箱と皆さんに言われる曲なんですけど、クリス・ハートさんの I Love You という曲を出ます。お願いします。
というわけでですね、まあ、ちょっと今日はね、持ち時間もそんなにこう長くないので、まあ、ちょっと自己紹介はもうさっきの感じでちょっとラフな感じで済ませてですね、とりあえず、まあ次の曲が、僕がソロで歌う、最後の曲になります。次の曲はですね、すごい僕思い入れの深い曲で、ジェイドっていうアーティストをご存知の方いますか？お、結構割とされてる。僕ね、ジェイドさんと3年前にライブで共演したことがあって、で、誰って言う人じゃないですか。ジュジュ知ってます？ジュジュ知ってる人じゃん。あれ、あんまりいない？ジュジュさんが、明日が来るならって曲知りません？します。あの曲一緒に歌ってた外国人の人がいるんですけど、あの人がジェイドさんっていう人で、でその人のですね、最後の優しさっていう曲を、歌います。で、僕ツイッターとかでこの曲を上げるとですね、ご本人さんがリツイートしてくれるんですよ、動画を。っていうすごくね、ちょっと割とちょっと仮公認みたいな感じでちょっと勝手に名乗ってるんですけど、まあ、すごく思い入れのある曲、僕をいろんな人とつなげてくれた曲なので、ぜひ聴いていってください。最後になります。ジェイドさんの最後の優しさ。
ありがとうございます。というわけでですね、まあ、先ほどの MC の時、まあ、ソロでは最後というふうに言ったと思うんですけどですね、まあ、今日このライブに誘ってくれた主催の女の子と次の曲ちょっと一緒にね、歌うことになったので、ぜひちょっとお呼びしたいなと思うんですけども、ぜひ皆さんでね一緒にセナちゃんって呼んであげてください。多分読んだらすっごい満遍の意味で照れながら出てくると思うんで、ぜひ手拍子と一緒にセナちゃんと呼んで、ぜひ皆さんでこの選手に迎え入れましょう。ということで、おっと、いきますよ、いきますよ、せーの、セナちゃん。地味すぎん登場。こんなにみんな盛り上げてくれたのにさ、何その俺を見ながら照れながら入ってくるって。いや恥ずかしいじゃないですか。恥ずかしいじゃないですかやないよ。こんなとこ恥ずかしがってどうする。恥ずかしいじゃないですか。ちょっと僕お水飲んでるんで、その間ちょっと説明してもらっていいですか。説明ですか。今日主催をする、うん、することになりました。主催をしました。主催をします。しておりますよね。しております、うん、INC やね、はい。現在進行形、はい、主催をしております、セナです。はい、よろしくお願いします。はい、普段ソロ同士で活動はしてるんですけど、まあ、こういったライブだったり路上ライブだったりをセナと西田優馬っていう名前で活動してて、名前でというかもうまんまやね。はい、まあ、まんまなんですけど、セナと西田優馬でやってまして、今日はちょっと2曲だけ2人でデュエットしようということになったので、はいはい、下手ない喋り。あんまり MC 得意じゃないんですよ。ね、すいません、こうやってね僕も一緒にやけどするんですけど、いつも喋ってるとですね。まあ、というわけで、今からちょっとデュエットでですね2曲ほど、歌わせていただきたいと思います。まず1曲目がですね、皆さん聞いたことはあるかもしれないです。まず知ってるのは確実にディズニー。はい、ディズニー知ってる人。はい、知らない人いるの。本当に本当に絶対東京行くなよ。絶対ミッキーに会っちゃいかんよ。それはそれはあかん。というわけで、ね、ディズニーのですね、美女と野獣、ね、はい、一世風靡しましたよね。めちゃめちゃこの前じゃないね、去年この前じゃないね、去年だね、はい、の「ビューティー&ザ・ビースト」という曲をですね、はい、英語バージョンでお送りいたします。はい、お願いします。あ、その次、続けてあるんですよ。あ、なるほど。 MC なしで、じゃあ曲説明どうぞ。はい、その次 MC なしで、彩香さんと三浦大知さんが歌います「ハートアップ」という曲を歌います。なるほど、はい、すみません、僕リハしてないんでちょっと段取り分かってなかったです、ごめんなさい。はい、ということでいきましょうか。美女と野獣、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。Sure.
悲しませたのは僕のせい。
とうございます。ありがとうございます。というわけで、皆さん寂しいかもしれませんが、僕はここでおいとまさせていただきます。あ、そこはそこはちょっとそこは寂しいやで、みんな、次からよろしくね。とか寂しいとか言って男の声しか聞こえんやんちょっとやめて、女の子というわけで、さよなら。いや、僕ファンとして普通に聞いてたんですよ、今まで。だからもう、バボイです。はい、お願いしますお願いします。ということで、聞いてください、ラブフォーエバー。
これいつっけ、先週の水曜日に一回歌った、初めて一回歌って、そのままぶっつけ本番で持ってきたんですよ。ちょっとどうでしたか。どうでした。めっちゃ失礼しました。もうめん緊張しましたか。バチクソ緊張して緊張したみたいな。そのまだね、若い男の子は可愛いですね。これから頑張ります。はい。はい、ということで、もう一度西田優真くんと石米くんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ひょっこりはん、もうめっちゃみんな流行ってません、ひょっこりはんね。はい、ということでちょっと梅酢を飲ませてください。はい、ということで次の曲に早速行きたいと思います。私のすごいなんかこう大好きな曲なんですけど、愛子さんの瞳という曲をちょっと椅子に座ってしっとり歌い上げたいと思うので聴いてください。
傷つけて
かすいません、バラードばっかりしか普段歌わないので、なんかつらいドヨーンとした空気になってるんですけど、皆さん元気ですか？ちょっともう眠くなってないですか？元気ですか？大丈夫ですか？元気ですか？あ、皆さんの顔が見え出しました。元気ですか？ちょっと演者がまず元気ない。ちょっともう疲れてない、疲れてない、元気元気、まだ今からダンスできる、大丈夫元気元気本当。はい、ということで今日はね19時スタートして、今21時ぐらいかなまでぶっ通してやってきましたが、次の曲で最後の曲になります。はい、私がすごいなんかこう思い入れのある曲というか、一番大好きな曲というか、私彩香さんが好きなんですけど、彩香さんの中でも特に好きな曲を歌います。はい、それでは聴いてください。恋焦がれてみた夢。Yeah.
物販コーナーでお話とか、ルナちゃんは何を販売してますか？いろいろ販売してます。はい、私もいろいろ販売してますんでということで今日はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。